タミア・タミアは、カナダ、オンタリオ州出身の R&B 歌手。10歳の頃から、歌と演技を学び地元の劇場やコーラスで歌うようになる。その後、様々な賞を獲得し、活動の場を広げ、マネージャーが開いたルーサー・バンドロスのためのパーティーで、ポップミュージック界の応募職員 C ・ジョーンズと出会い、1995年に、クイーン・ C ・ジョーンズのアルバム、Q ・ S。 ジュックジョイントに参加。セット・イット・オフなどサントラへの参加を経て1998年にデビューアルバムタミヤをリリースし日本でもゴールドディスクを受賞。ザ・エモーションズのベスト・オブ・マイ・ラブをサンプリングしたシングルホーリング・ホーユーが日本の FM 曲を中心に人気を博す。1999年に人気ドラマビバリー・ヒルズ青春白書の最終回にエリック・ボネット。 出演し、スペンドマイライフウィズユーをデュエット。この曲は、チャートイン42週目で、全米 R&B シングルチャート1位に輝く、ロングランヒットとなる。2001年には、ミッシーエディオットや、ダラス・オースティンというトッププロデューサーのバックアップを得て、A New Day をリリースする。このアルバムには、ストレンジャー・イン・マイ・ハウスや、ホールオーツの名曲をカバーした、キャン、 ティーゴ・フォーザット・トーンが収録されている。2003年にはファボラスがタメアヌ・ファーストアルバムに収録されたソイン・トゥーユーをサンプリングした曲をヒットさせ、2004年にアルバムモアを2006年にはビトゥイン・フレンズを発表した。1999年7月24日に NBA のデトロイト・ピストンズに所属するバスケットボール選手グラント・ヒルと結婚し、 2002年1月23日にマイラ・グレースを出産2007年8月9日に第二子となるライル・ローズを出産した2003年にテレビ番組エクストラがタミヤが多発性硬化症であると報道し所属レコード会社からもこの病気を原因に契約を打ち切られ2006年に南アフリカの独立系レーベルに移籍しこのレーベルの養殖も兼ねる 雑誌スムーズのインタビューでは時折その症状はあるが制御されていると答えている。2007年には横浜アリーナで開催された東京ガールズコレクションにゲスト出演するために来日し多発性硬化症からの克服を見せた。ありがとうございます。